アンナは、聖母、マリアの母親。聖教会、カトリック教会、聖公会では、聖人として数形される。アンナという名前は、ヘブライ語の名前、ハナーのギリシア語表記である。新薬外典、ヤコブによる、元福音による伝承では、アンナと夫のヨアキムには長く、子供がなく、二人が老齢となってから初めて子供を授かることを、天使から告げられた。 これを受けてアンナは子供を神に捧げることを約束した。アンナとヨアキムはエルサレム神殿のおかげでマリアを授かったと信じており、やがて3歳に達したマリアをエルサレム神殿に奉建した。長きにわたって子供を望んでいたアンナという女性が子供を授かったという話はサムエルとその母、ハンナの話とよく似ている。この話は十三世紀までは、 カトリック教会では、正式に認められてはいなかったが、聖教会では、すでに6世紀から、アンナの宮参りが固く信じられていた。西ヨーロッパの図像学では、アンナは赤いローブ緑のマントを身につけ、しばしば書物を抱えた姿で描かれる。また、幼いイエスを抱くマリアを抱いた、アンナの姿を描いたものもしばしば見られる。この様子は三位一体を表しており、 しばしば一体で作られる。後世の進学者は、ヨアキムが、アンナの唯一の結婚相手であったか、またはアンナは3回結婚したかのどちらかであると、信じている。ダマスカスのヨアンネスの説教を受けた、古代の人々は、アンナはただ一度だけ結婚したと信じていた。中世後期の頃の西ヨーロッパでは、アンナは、一度目は、ヨアキム、二度目はクロッパ。 そして三度目は、ソロモンという男性と三度結婚し、それぞれとの間にいずれも、マリアという名前の娘を一人ずつ設けたという伝承が広まった。しかしこの説は、アンナの夫は、弱気無一人であるという立場を取る、カトリック教会によって1677年に完全否定された。四世紀頃と十五世紀頃には、アンナは、諸女解体して、 マリアを生み落としたという信仰が起こった。この説を信じる16世紀の神秘主義者、バレンティン・バイゲルは、アンナは、精霊の霊力で解体し、マリアを生んだと主張している。この説も1677年に、カトリック教会により否定された。アンナの祭日は、カトリックの聖人歴では7月26日、聖教会では7月25日である。 西方教会ではアンナは、ケベック州とブルターニュの守護聖人、出産と工業の守護者とされている。聖教会の伝統では、アンナは、神の祖母フォーベアラー・オブ・ゴッドと、号される。アンナによるマリアの出産と、ヨアキムとアンナによるマリアの剣道は、それぞれ十二大祭りとして記憶される。またアンナは夫ヨアキムと共に、 光栄なる神の祖父母として、生体礼儀などの方針礼の集結部に、聖教会のすべての教会で常に記憶されている。スペイン語では、聖アンナは、サンタアナ転じてサンタナとなる。エルサルバドルのサンタアナ等が、この聖人にちなんで名付けられている。ありがとうございます。